お疲れ様です。今野球高校球児が甲子園狙ってる時ですかね。よく知らないですけども、でも何かね、勝利のためとか求めるもののために一生懸命になることって大体なんか賛美されるじゃないですか。お金に一生懸命になったらなぜかねけなされるってのはどういうことですかね。じゃあお金をだらけで手に入れたら許されるんですかね。何なんですかね、一生懸命お金のことをやったらけなされて、じゃあ生半可な気持ちでお金に向き合ったらいいのかって話じゃないですか。なんですよね。